参ります。消えるね、ちゃんと BGM。 嘘どうもえです。ジグです。 AJ ユナイテッド、 AJ ユナイテッド。やばい、興奮しすぎてなんか咳しちゃった。ルーレットで引いた回数でメッシを当てることができるのか。久しぶりのガチャ動画になっております。イーフット自体がそもそも久しぶりだよね。いや、ほんとそうなんですけど、うん、僕開けないんすよ。何があった？容量がでかすぎてですね、アップデートができません。本体の中で消せるデータはないのか。いや、今んとこないんですよ。ないか。アップデートの容量が3ギガっていうことで諦めました、今んところ。これメッシ取れねえ。いや、ほんとだよ。あ、ただ、あの先輩、何こちら10回、20回、30回、40回、50回これ引いた回数しか今回のガチャ引けません。そういうことか。俺今一応自分で持ってるコインが多分5500ぐらいあるんですよ。え、じゃあこれ50引いたら、まあ、だからちょうどいいっちゃちょうどいいんだけど、フルで引けると。フルで引けます。これ1回きりです。すげえドキドキなんだけど、マジでガチャ引いてないから。いや、マジで引いてない俺ら。まいります、新年マックスもないです。おい、危ねえ、10かと思った今。ってことは先輩が持ってるコインでほぼほぼマックス引ける。これでメッシでなかったらつらいぜ。マジでつらいぞ。終わるからな。また課金しなきゃなんねえよ。久しぶりじゃん。いや、俺アップデート後マジで画面見るの初めて。なんだかんださ、年末の試合とかさ、いろいろあってさ、全然開けてなかったんだよね。いや、マジでゲームやってないわ。ワールドカップもあったりとかして全然違う。何？ジーク若っ。これもなんか来てるっぽいんだよね。引くのは？あ、引くのは、おい、何アルゼンチンあれ。そうなんですよ、いろいろですね。これはあのパックで選手11人出るってやつじゃないかな。これ確実か。これはいつのやつ、これ。これワールドカップのに合わせてだと思うんですけど。これでいいじゃん。はい、ダメだよ、違うんだ。ここで当ててもっていうところはあるからさ。日本も来てんの？いや、そう、結構ね、いろいろ来てるんですよ、フランス、ベルギー。日本ちょっと見たい、日本見たい。日本見る。はい、日本のラインナップはこちらでございます。伊藤純也、権田修一、マジで吉田麻也、遠藤航、南野拓実、すご、谷口翔、板倉浩、田中碧、山根、森田、三笘。ユニフォーム古いやつついてくんだ。本当だ、新しいやつじゃね。という感じでございます。はいはいはい。で、ただ今回はこちらのガチャではなくてですね、こちらのスペシャル選手リストの方でどんどんずれていくとですね、こちらでございます。エディック、インターナショナルカップ、まあワールドカップということですけども。動いちゃってんじゃん。いや、そうなの、かっこよくすぎねえか。はい、こんな感じでございます。ただ俺ね、グバルディオルもちょっと欲しいんだよな。で、ムバッペもさ、もちろん欲しいし、あとは、まあエピック持ってる？もしかしたらエピックちゃんとやってないかも。そうじゃない、1回目から。いや、行ってほしい、これは。行かせていただきます。リセットね。久しぶりにダメだって。1回1回リセットしてこう。まあ今リセットする分には何の意味もないんだけど。で、どっから変わるんだっけ。いや、なんかね、もう音が弾いた瞬間に音違うと思うよ。なんかさ、変な音楽流れないっけか。これさ、BGM 多分切ってんだよ。じゃあ、わかんねえわ。え、BGM 入れた方がいい、これ。BGM 入れようよ。クレイク・ドーソン。2回目。あ、消えるね、ちゃんと BGM。え？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 どういうこと？マジ？嘘！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 無駄目だわ。うわぁ、おぉ、えいはぁ、え、ガチで、マジか。え、じゃあ終わるか。いや、終わらんよ。メッシ引くまでだって。すげえ、ガチ。え、すごっ。マジですげえんだけど。え、だからエピックなどなんかピンク色みたいな、なんかそうだね。すげえ、2回で引いた。俺今年あるかもしれんわ。やばいな。まだメッシ引くまで続きますんで。これでメッシなんて引いたらすごくない？マジで。だからこれ普通なんだよ。もうこれもう来ないじゃん。これはもうダメだね。そうだよ、もうだってこの音楽だったもん、確かに。ファンヒちゃん。じゃあ4回目いきます。もうなんかちょっとさ、うん、報われたね。もう、 もう引いてるからさ、最悪出なくてもええやん、もう。いや、よかねえよ。いや、ムバッペ引いたよ。ゴンサウベス。今大会さ、一番点決めてんのはムバッペだもんね。いや、そうだよ。引いてまってるわ。3人出る可能性もやばいよ。
いや俺正直期待してなかったんだよ。マジでイーフットになってから全然引けてなかったから。さすがに2回で来るとは思わんよ。いやイーフットもマジ俺といるだけで運上がるぜ。いや吸われてるかもしれん。6回目。あもうこの音楽がもうダメだ。コンソールで聴いた時の音楽とちょっと違わなかった？違うと思う。あれレジェンドかな。パブロ・ロサリオ。え、あの赤色はがエピックなんじゃない？エピックの時はあれなのかな。さあ次7回目。いやでも結構この音楽に苦しめられた感じはさ、するよね。この音楽ずっと流れ続けてたんだよな。テテ。あこっから復活パターンない？いきなり画面がブラックアウトしたりとかしてさ。俺は多分前も言ってた。で結局なかったっけ。ないんだよ。オプライムディアス9回目。いやこのメッシはマジかっこいいよ。かっこよすぎるよ。えここのこのこのこういうライトあんじゃん。ここのライトから赤いのかな。そこは一緒だったと思う。ここのここ入ってからだよね。このそうそう観客のこの間の。はい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 。いやだけどね気持ち的には確かにちょっと楽にはなってるよ。ムワッピ弾いてるからもういいやん。よくはない。10回目。まあここもないな。まあだけど正直言うとメッシは強いのさいっぱい来てるからさ、うん、本当に本当に一番希少なのは多分グバルディオルだとは思うよ。そうだね。今回でもフィーバーしてますから。マジでね。コレクターでしょ。今コレクターとかいいんやって。コレクターだったらなおさらリセットしないから。まあやっぱ普通ですからこれが。これが当たり前なんだよ。こんなね。さっきの2回で出ることなんてないからあんなの。この音楽嫌になりそう。いやマジで。あんなのも忘れてさ、あそこで星5が出るたびに一喜一憂してたからね。俺らエンブレムでない時バカ興奮したよ。あれさ、知ってる人からしたらこいつらなんであんなとこで。そう。行けーってなってここのなんかね落ちる感じね。もう騙されねえからな。さあ続いて14回目。俺らアイコニックとか弾いていたじゃん。16回目結構出る回数なんですよ。まあまあまあもうなんかこの後の見るのは疲れんだよな。もうないの分かってるからさ。あれよ先輩のアラームにするから。いやなんかトラウマになりそうだわ。さあ16回目。乗るんじゃないよ。ああこれ俺らさ前ビビってた。ああびっくりしたびっくりした。これは結局何なんだったっけ。未所属だ。このユニフォームもねトマムニエ。うわーってなったもんね。なった。17回目です。うわまた。おおでこれユニフォーム紫でしょ。だからウィナーズこのユニフォームになるんじゃない。え、いや分からんけど。いや変わるかもしれない。クロスターマンルアーズリーグで発表するから、うん、いきなり新しいユニフォームになってもうそうなってます。ウィナーズの新ユニフォームはこれですって動画出せるぞ、うん、おリーガエスパニョーラ先輩の後輩。まあ3の時点でなんだよ、うん、誰おい無理があるぞいやねえよ。てかまずさ星号まだ一人しか出してないわけよ。ムワッペだけだから通常も来てない、うん、今回はもうあのマックス引くしかないでしょ。もう150やめてくれ。いや引けないからまあそもそも俺ルーレットでそれを引いてないからさ。もうこの時点でなんだよでもかぶりがないのは本当にいいよ。でもフェイスマスクは普通にビジュアルでウィーレはもともとありますからもしかしたらついてるかもしれないあるかな。いや分からんけど。いや星5も来ないか。まあだけどせっかくだったら来なかったとしても星5欲しいけどね。来ねえ。いやまあでも3人しかいないからね、まあ、それで2回目に出たのはとんでもない確率よ。本当は十分すぎる結果なんだよ。おい、なんかちょっとためてきてた。ためてきてた今。フォラント次いやこの24回目来ないって思ってた方がいい。マジでこんな期待して出なかったらさ。なんか今ゆっくりだったぞ。ローガンス。いやだってもう本当にここで出る出る出るで出なかった時ってさ本当に2回でやめとけばよかったってなっちゃうから、まあまあね、出ないっすもん。いや出る可能性もあるから次引いたら半分でございます。おー、まあ、50回なんでねまだ全然余裕ありますんで。だってどんどん確率は上がってきてますから。確率上がってる引くたびに。もう最後の最後で来ることはないでしょ。150回目でさ。まあ俺は1回ムバッペでやらかしたけどな。いやその借りをねやっぱ返したい。返しに来るよトリンコン。こういうのっていきなり来るんですよ。いやそうなんだよ。
いやーコインが飲み込まれているよ。まあ飲み込まれているってことは確率は高くなっていますから。まあね、ほら見てくださいよ、このメッシがもう絶対行かねえぞって顔してんじゃんそんな顔じゃねえだろ。ムバッて引かれちゃってほんと悔やんでんだから。でグアルディオルに関してはあいつバカだぜって言ってる。全サッカー選手から嫌われているんかお前らなんか引かないぞっていうその息。俺さ正直いらないんだよね。だって俺メッシ持ってるしさ、でムバッペも持ってんだよ。だって通常でもいいよもう。も最悪さ通常で買えばいいから、あの GP で買っちゃいいからさ、うん、いらないからみんな。じゃあ本当に来ないでほしい。え、何ポーズ、え、なんだ、なんかユニフォーム違う。キーパーっぽかったぞ、なんか。そう今でも10番じゃなかった今。ああ皆さんに勇姿をお届けしよう、ここは、うん、だけどあの2回目がメッシだったらなと思うとちょっとっていうのもあるよ。引けてるだけありがたいと思えって思うかもしれないけど、本当だよ。30回目、間違えんなよ。リセット今押したけど押してない、頼みます。ああああの2回目がすごいね。逆に引けてよかったと思う。ポジティブに行こうよ。樹海の樹ってさ、漢字の木入ってんじゃん。あれ奇跡の木だから。漢字大丈夫マジで星5来ねえんだけど。マジで星5来なすぎだって。星5なんで来ない。少ないのは分かってるけどさ。100人以上いるってことだよ、こんなの。まあそうなんだよ。引けなくて普通だから。うん、なんでムバッペ来てくれたんだ。本当だよね、うん、一旦放出した方がいい。いや多分ムバッペも来たかったんだろうな。いやどこがよ、後悔の顔だよ。33回目、いやまた3だよ全然来ない。いやまあエピックはしょうがない、うん、星5はなんで来ないんだろう。いや本当そこなんです。あんないたのに。奇跡、奇跡来い。いやー来ないか。マジでとりあえずはもう最後の方でエピック引いたら、ね、ギリギリまでやっぱ引いてよかったなって、まあまあね、思える。せめて星5来てあげて。難しい戦いだな。せめて星5。あー4ナチョ。36回目です。来てます。ムバッペが真顔なんだよな。あーメッシ、やっぱメッシ欲しいよな。やっぱ欲しいよ、うん、おいまあ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 。ビニシウス、ミニシュースだ。いやでも持ってるよね。持ってる。いや追い込まれてきてるぞ。いや結構来てるね。普通に引けてないわ。いやあのね、やっぱ欲はいらないと思う。あ、まあ何にも考えてない時に。やっぱ欲がない人もやっぱ来るよ。なんか高望みしなくてもいいかなと思って。うん。とりあえず5。まあ、あとはね。星5来ていただいて。マジ来ねえぞ。残りさ、まだ100人以上。いや、そうなんだよ。いや、ただせめて人どっちかは。あー3。まあだから本当に1万5000円分ぐらいやっぱ必要なんだよ。いや、それ全部ね全引きです。お疲れ様でした。頑張ったよあんた。2回目でやめればよかった感がすごいじゃん。残り10回です。やっぱ最後の10回じゃない、勝負は。きっと来てくれるはずだ。頑張れ日本。すぐそれで日本を応援するからダメだよな、やっぱ、うん、ふざけすぎてた。引いてない。多すぎよ。多すぎだな、似てたのよいや来てくれないのか。え、でもこのさ、グアルディオルとメッシだったらやっぱメッシ欲しいでしょ。いやまあそれはね、最後メッシ残しってことだけは避けたいよな。いや避けたい。いやちょっともう一回聞きたいな、エピックの演出。聞きたいねあれ。来ないか、ファビオ・ビエイラ。いやでもこんだけ引いてもやっぱ100人以上いるって考えるとは。いやあ、赤が来ない。2回で終わっとけばよかったとは思いたくないよ。悔いなく行こうぜ。まだ可能性はある。45回目どんどん可能性はある。そう、上がってきてるから可能性しかない状態なんよ。逆にデロフェイ、もうあと5回だ。行くか、来いよ。もう3人いるわけじゃん。50回に1回ぐらいのペースかもしれない。いや、そうだね。おお、ここに来て5引いた。2人引いたら神引きだと思う。いや、そうだね。50回で2人引けたらすげえと思うよ。まだある。だみんなちょっと諦めてきてるから、ああ見てる人たちは。やっぱここで引こうよ。あと3回メッシ来い。あと3回メッシ来い。うわまだ あと残り2回頼むぞ。ゴーラストラスト、ラスト行こう。もう切り替えて。ここで5引こう
全部客いってんの。モリギ。すげえこれ見て。アルゼンチン、アルゼンチン。パリとか一切ないんだな。最後。よし!5、4、3、2、1。はいか。AJ ユナイテッドのメンバーシップ AJ ファミリーができました。今すぐこちらの概要欄から登録お願いします。登録メンバー限定で普通では公開できないようなあんな動画よ。すますます。ああ、やっぱさ、やっちゃわなきゃなんねえわけ。こんな動画はい、久しぶり。カナビンでーす。カナシーチャンネルです。限定生放送、生放送のアーカイブが見れるのはメンバーのみ。俺らに煽れる絵文字もあるから使ってみてね。今すぐ概要欄をチェック。